はい、おはようございます。今日は秩父にいます。埼玉県の、大滝食堂ですね。大滝食堂に向かってます。今日もね、ちょっと仲間がだいぶいます。あ、10代ぐらいいたかな食べてなかった。はい、知り合いの知り合い図定でだんだん広がっていって、今日初の方もいますね。はい、バイクはね、ほんとこういうのがあるからね、嬉しいですよね。楽しい。ちょっとなかなかね、皆さんいいバイク乗ってるんですよ。で、今日はね、試乗も予定してます。ね、一番前の方走ってるチョッパーですね。今日はバイカーが多いかな。今日は多分ね、ちょっと蒸してる感じします。ちょっとさすがにね、夏なんか半袖でもねしたいなって思うんだけど、走ってる時はいいんだけど、やっぱりヒリヒリ焼けてるんですよね。めっちゃ焼けるし、まあね、万が一の時にね、ちょっと1枚でも羽織ってたものが、着てたものがね、擦り傷に軽減されるので、僕はちょっとね、できるだけ着るようにしてます。あとね、シミが年なんで焼けるとシミになる。はい、あ、ちょっと日が出てきた。それで、ね、途中ね、ワイディングも行きたいななんて話もしてるんですけど、まあ、僕もあまり道詳しくないので、こっちから行くと、群馬から行くと、ほぼほぼ大通りを走るんですよね。それだってちょっとね、つまんないところもあるんだけども、まあ、向こう着いてから近くの峠道を走るつもりでもいます。暑いっすねこれね。焼けそうですね。12台いますね。で、車がね1台いますね、ご家族様でね、せっかくの日曜日なのでね、多分ご家族も一緒に来られるんじゃないかな。で、今はね、スマホでね、 SNS でも何でも連絡が取れるんで、すぐにこうやって行く人ほら、そのはーみたいなんですぐね、集まれるのがいいですよね。全然知らない人とも急に集まれるっていうのは楽しい。はい、深谷市ですね。花園駅、道の駅。おお、レスキュー隊かっこいい。憧れたんだよな、昔。いいですよね、かっこいいですよね。すごいと思う、本当に。正直ね。正直警察よりかっこいいと思う。なんかちょっと周りさん、もちろんね、素敵、素晴らしい人もいるけど、なんかね、ちょっと怖い時があるもん、お巡りさんって。一般市民なのに威圧感がある時がありますよね。あんまりこういうの言うと炎上しちゃうかな。まあ、もちろんね、素晴らしいお巡りさんもいます。だけど交通課は嫌いですすいません、交通ルールは守ります。で、看板出てきました、秩父の看板。なんかね、秩父っつうとね、なんかいろんなアニメとかのロケ地、アニメのロケ地じゃないかね、舞台になってる。まあ、ドラマとか何かでね、そういうのにも使われてると思うんですけど、僕なんかやっぱりあの花ですよね。あの時見た花の名前を、僕たちはまだ知らないんだっけ合ってるかな、あの花を思い出します。あ、有料道路に入ります。軽車両は40円、いいですか、用紙的。まあね、商用車もいるからかな。俺は軽自動車等なのかな、320円。あ、じゃあここから流し降りします。
い、OK。 これね、ここがキーね、これを回して、うん、で、赤がスターター。あ、これ、そう、あ、本当だ。ウインカーの部長、これが、あー、これが上か右下、真ん中が右、これは飾りブレーキで、うんうん、あ、これ飾りフットで、うん、あとリターン式で、リターン式ね、はい。うわガソリン入れてきます。怖い。ちょっと待って。ああ。うわあ。走りづれ、なんだこれ。怖え。はい、今ね、ビラーゴ、チョッパー。ちょっと試乗してきます。はい、いやウケる、うわ、わかんない、ウインカーが カスタムされてるね、カスタムで、ちょっと音がうるさめですね、うわ、なんか入りづらいな、ギアがよくわからない、何速、何速、5、 5、 5、いやあ、そこから見て、うわあ、面白い、面白い、面白い、ちょっとこうカーブはやっぱ怖いね、慣れないと、意外と安定する、ね、もう2カ所ぐらい出てたんだよな、うん、終了だな、うんと、あれ、あ、じゃあいい、もう一回、もう一回聞くか、近くのガソリンスタンド、今これだから、これならいけるかな、じゃあ4分、あれさ、違うとこだよね、うん、そうだね、今また、うん、あ、今これだったもん ね、 ね、うん、でこのまま真っすぐだ、ね、音はいいけど、あ、でもカーブもね、慣れると曲がりやすいかな、はい、こんな感じのチョッパーですね、でミラーゴの250のカスタムチョッパーですね、今ね、ガソリンスタンドを探しに行ってるんですけど、すげえなー、うわ、なんかね、世話次第だ、あったかな、オッケーオッケー、あったね、通ったやつ、これやね、うん、ここ通っていったよね、通っていった、そっか、うん、通った道か、ぐるって回れるんだね、そこだ、うん、そうだね、それは、あ、看板見たもんね、見た、うん、これで、ね、こっち行ったよ、うんうん、
よかったって。よかった。で、ウインカー出して、怖いな。この前ブレーキが効かない。うわ、面白い。欲しくて撮ってる。レビュー、レビュー、レビュー用の。うん。なかなかワインディングも走れるよな、まあまあ。うん、よく走ってたよ。ギアチェンジ忙しかったけど。ああ。なんて向こうがいるのかっていうか、ワオワオ。ステップつかないし。あ、つかなかった。ハールより早いよ。小回りが効く分あるか。やかましいな。